皆様こんばんは。こんばんは。万座温泉の万座の地というのは標高 1800m でございます。特にお母さんなんかはね、天国に一番近いね、温泉ということで健康志向な日進館で、なんと支配人のジョージ君、血液ドロドロでございます。やしい日進館、自然が豊かでしょう、うん、なので去年もね、なんと熊3頭出ちゃったんですよ、うん。でね、2頭は捕獲したんですよ、はいはい、観光協会の。で、1頭今ここにいるんですけど、やかましいわ。とっても素敵な温泉なんですけども、なんと日進館ではね、垂れ流しですよ、かけ流しで。拍手の音もなんか天ぷら入れるみたいな音してて、ね、でもね、私もフランスに渡米した時に、フランスは渡米って言わないと、渡仏、渡仏でした。イタリアはなんて言うんですか、渡仏。そんなバカな話がありますか。中国は途中。気をつけて、足元、はい、こけとるから。私の袖というね、いや、襟だ、襟。今日ね、僕ね、ついてすぐに満天の湯に行ったんですけど、おじさま方が入ってきまして、あー気持ちいいなーって入ってるわけですね。で、肩を回しながら、60になると痛いんだよな足がって言ってたんですよ。終わったせん、じゃあ終わったせん。暖房たかない期間というのが3ヶ月ぐらいしかないんですね、7月、8月2ヶ月じゃなくて何よりもね、皆さんの温かい5000円とね、熱い1万円が大事。家電の話ばっかりじゃねえか。もうさんざんっていう曲でした。はい、さんざんだ。もともと美人だった方、お化粧をしてね、バス乗って来られた時、まあ美人だったんですけど、まあどっちかっていうとゴジラみたいな顔してたんですけど、で、温泉入った後、すっぴんでメカゴジラになってましたからね。進化した。180キロって何キロ。当時から実はもう結婚されてて。ありがとうございます。なんと奥さんが女性なんですよ。ありがとうございます。もともとモデルかなんかやってたんじゃないかなって思うような、普通の一般人の方と、まあ、チンパンジーにしたら綺麗な感じですけど、奥さんね、色白でお酒が好きなんですよね。チャミスルなんか飲んだりとかしてるらしい、ちょっと色白の顔がね、ポッと赤くなって、なんかカメレオンみたいな女なんですよ。褒めてるわけないわ。わかんねえだろ。娘さんがめちゃめちゃ可愛いんですよ。ありがとうございます。ね、まるで天使のようで、そうね、親父はペ天使なんですよね。僕子供がね、最初苦手だったんですけども、あのジョージ君の娘さんとね、会う前はね、あの電車で騒いでる子供とかがいると、うっせえなって思ってたんですけど、その顔でうっせえなって言われても本職の人になっちゃうから。でもね、やっぱり、ね、ジョージ君のね、可愛い娘さんとね、出会ってから変わりました。うっせえな。いや、倍になったね。そんなガシガシやって爪大丈夫ですか。爪ね、やっぱり削れてきちゃうんですね。僕ちょっとね、変わった体質してて、また伸びてくるシステムになってるんでね。そうなんですか。で、万座来る時なんかも、はい、途中から硫黄の匂いがすごいしてくるじゃないですか、ね、あの匂いでも家族も息子娘たちがもうね、誰だ兵こいたのなんて言って、奥さんもね、わーなんて喜んでて、普段喧嘩ばっかしててもね、家族旦那が俺結婚してね、あんたが独身だよ。うさぎと結婚するじゃん。うさぎと結婚するって本当に言ったんですよ。あんたのね、お姉ちゃんのおかまに。おかみだよ、おかみに。うさぎは熊とは結婚できない。誰が熊。脱衣所とかたまにね、浴衣、同じ浴衣を着ていらっしゃるので、間違えて着てっちゃう人がいらっしゃるんですね。貴重品まで持ってかれちゃうと大変ですから、あの必ずキーロッカーの方に預けるとかね、あとはフロントの方に預けるようにしてくださいね。まあ8時から9時の間、フロアショーの間はね、あの泥棒がここにいるんでね、あの一応安全な方がいいよ、それじゃ。同じもこのジョージー。はい、どうもありがとうございます、皆さんね。なんかあれですね、山西さん、なんか新幹線みたいな顔してますけども、どうぞ。大沼さんはどっちかというと湘南新宿ラインみたいな感じ。そうですね、ちょっとおしゃれだね。でも私は僕初めて見た時、本当ただのヤクザだと思ったんですよ。ただのってどういうこと。もうただのヤクザだ。ヤクザ、女子プロ、女子プロ。あ、女子プロ。せめて男子にしろよ。なんで俺女子なんて。こんばんは、どちらからお越しですか。横浜から。横浜から。旦那様ですか。旦那様どこから来たの。一緒だろ。一緒だろ。恋人の白い色はコカインの色。夏のコロボレーションライブ。人間は学歴じゃないですからね、大学が大事ですよ。いや、心だよ。あんた中卒でしょ。俺ちゃんとしたね、教育大学出てるんですから。義務教育大学を出てるんです。中卒だよね。末っ子のジョージ君が支配人をやられてます、はい、で、お兄ちゃんがいまして、お兄ちゃんが専務をやられてます、はい、で、お姉ちゃんがオオカミ。神だ。この三兄弟のいいところっていうのは頭がいいんですよ。特にお姉ちゃんが頭良くて、はい、三兄弟の中唯一読み書きができるんですよ。すごいね。若い頃のメグライアンみたいな感じなんですよ、でもよく見たらメスライアンだったんですよね。メグライアンでいいんだろう。でもね、これで皆さんね、日進館の支配人の顔覚えたと思いますので、はい、日進館のことでね、あのお困りのことが、はい、ありましたらね、どんな些細なことでも我慢してください、皆さんね。どちらからですか。あ、
そうですか。皆さんは高田純次の集まりです。近さ高田純次みたいですけど、高田純次なんと、万座温泉は1分間に60秒間時間が進むって言われてますからね。ああ、普通そうなんだ。ありがとう、お手などそうそう。ねえ、本当に早いよ。あのね、ジョージ君気づいてないかもしれないけど、お客様も気づいてないかもしれないですけど、こう見えて僕スマップのメンバーじゃないんですよ。知ってるだろ。それそうでしょ。で、日進館に関わるバス会社の方たちはみんな優秀なんですよ。そうですね。ねえ、もう今まで無事故で無免許。まあ8割嘘で2割が冗談ですからね、はいはい、こんなことがあると本当に心配で夜しか眠れない寝てるわ、しっかり寝てるわ。ああ茶色い声援、茶色くねえわ、黄色い声援いいなと思ったら拍手していただいて、拍手もしていただいて、そうです。で、帰りはキャッシュで支払いしていただいたりしますね。嬉しいですね。花束の次は札束待ってる。よげろでいいんじゃないですか。お題をもっこでお送りしました。どうもありがとうございました。